ということで今回もやっていきたいと思います。さてやっていきますか。一応ね、8月の終わりに何アップデートが来たみたいなんやけど、そのアップデートでいろいろと修正されたっぽいんよね。インターネットでケイドロってことは多分ラグだとかバグだとかが少なくなったんじゃないかなと思うんやけど、フリーマッチ、人間とお化けどっちで遊ぶ。人間ね、新しくさ、ウサギ増えたんよ。グリ、アリサのお気に入りのぬいぐるみ。とても怖がりでいつも怯えているが、双子のためにお化けに立ち向かう。お、この子が抱いてるこのぬいぐるみってこと？どう巨大化した？ちょっと謎やけど、とりあえず行きますか。一番新しいのステンドライトやったっけ？順番なんかバラバラなんやね。行こう。マッチング開始します。真夜中のお化けロ沼。よしよし、人間遊び好き。どう見ても人間じゃないけどね。ぬいぐるみって書いとったし。今回はエリア制限ありの牢屋スイッチ2つ。エリア制限ありってやつがあれかな、チビお化けたちがいたずらをしているみたいなやつ。今んところ私人間ランク B- やけど、お、来た、一気に来た。頑張っていこう。真夜中のお化けロ沼。ちなみに今回のこのアップデートで、なんかツイッターでの意見を見よったら、結構お化けが強くなっとるような気がするっていう意見が多かった気がするんやけど、ちょっともうあれやん、私がどんどん参加できなくなっていくのではないですか。何君、どうしたの？近くでそんなに高校とライトを。何来た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 、何、どこにいるの？あっこちゃんいるじゃん。いやー、やめてよー。待って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 、やめてってば、やめてってば。やー、つらい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 、助けてー。あ、あ、くっそ。でもいつもよりも長めに逃げたと思うんだ。長めに逃げたと思うんだ。ヘルプ、おー、ありがとう。おー、びっくりした。なぜ光らせたと思ったけど、そこに来てたの。ありがとう。あとなんか、この、何？この脱出してすぐ？間違えた、はい。脱出してすぐの、無敵時間というか、あれが短くなったような気がするっていう意見も結構あったんよね。人間側には不利な感じの、側には不利な感じのアップデートになったんかな、今回の。何、どこにいるの？チビお化けがいたずらしているってさ。あー、待って、このランタンを使い切ってしまった。あー、ちょやめてください。目の前をうるつるしないで。あー、クソ、かわしていけるかと思ったけど、いけるわけないですよね。クソ、どう、なんてこったい。寝転んだ。なんてこったい。お化け。私は2回も捕まってしまっている。お化けに、なんか私いつもさ、お化けに追いかけられたの点数が高いんじゃない？めっちゃ思うんだけど。
さあみんなおいで。さあみんなおいで。マッチング中。すごいね、なんかこんなところにも。このトララララ大好きっていうお化けさんはあれでしょ、トライアングルさんの視聴者さんってことやろ。すごくない、なんかね。やばいね。頑張ります。よし行こう。真夜中のお化けの沼。何あれ、星3つついとる。なんかこの子金色や。なんか金色や。レベルが高いやつってことかな。いいよ。このなんか耳が後ろになる感じかわいい。怖いよ。助けに行かねば。手が金色なのなんかちょっと綺麗だな。これは、お、これはあれじゃない？ほら、行けた。イエイ。イエイ。しかしこの後ほら、逃げないと逃げないと。やったー、貢献できたよ。なに、どこ、いやー、やめてー。はっ、逃げます。しかしこれであっさり逃げられないのが私なんですね。いやー、来てるー。ちょ待って、あっち人がいる、人がいるから、とりあえず、あー、巻き込むわけには。泣いてる、ブリちゃん泣いてるよ。チビお化けが牢屋から離れた。ん、あれ、場所を教えよるってことか、あれ。あんな感じで教えるんや、初めて見たかも。お化けがいたずらを。何あれ、ちょっと待って、めっちゃ今空飛んでたよ。めっちゃ空飛んでたよ、もう一人のブリちゃん。大丈夫か。ちびお化けのいたずらが完了した。ヘルプヘルプ。ストレッチー、え、かわいい。待って、みんなどこにいる。どん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 、あれ、逃げれる範囲めっちゃ狭くなったやない。やばくない？あ、ありがとう。ありがとう。今回結構みんな。今のは見つかっていないのか、大丈夫なのか。大丈夫っぽいっすね。とりあえずランタンあと1回使えるのね、私は。あ、あと30秒。これあれですか、うーっと、びっくりした、私かと思った。何の音楽もらってないのに。助けてあげたいな。いける？今どこにいるの、エンペラーグリちゃん。やめて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 。キャー、ちょっと待って。あと10秒、あと10秒。もう一人逃げ切ればいいんだ。逃げ切って。いや、もう逃げ切ったんでいいんじゃないのね。そりゃ助けられるんならあれだけど。イエーイ。やったね、人間の勝ち。ふう、
一回助けたけど二回捕まっちゃってるからね。いや、でもよかった。助けれて。仲間をすぐに助けた。すぐにとかも関係してくるの？なんか。ちょっとよくわからんけど。まあよかったよかった。だってほら、仲間を助けたと仲間をすぐに助けたの二つあるもんね、なんか。へえ、そういう感じ。ほい、それじゃあ、ちょっとショップ見てこう。ようこそいらっしゃいました。どれも貴重な品ですよ。2250か。結構、いった？ハンドメイド、ステンドライト、アイアンフレーム。アイアンフレームが持ってないやつかな。あ、下に持ってるとか出てくるんやね。この二つが買える。これ範囲広いんよね。鉄で作られたランタン、鎖がついている意味は特にない。ないんかーい。じゃ、とりあえずこのアイアンフレームを買っていこうかな。どうしよう。ちょっと待って。私お化けも買いたいな。お化け側もやりたいなと思うけんね。メーモン買う？羊の頭をかぶった子供のお化け。友達が少ないことを気にしているが、かぶり物が怖いせいだとは気づいていない。メーモン買おう。間違えちゃう。買おうっと。オッケー。じゃあこれでやっていこう。ありがとうございます。使いこなせるといいですね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さてことで今回はいつもに比べればまだマシになったのではないかと。でもやっぱりアップデートしても通信状況不安定になったりとかはするんやね。めっちゃグリちゃん飛んでるからびっくりしたんだけど。